アジアユースバレーボール選手権は2年に一度行われるアジアバレーボール連盟主催の各国ユース世代が参加するアジア選手権大会である。成績上位4カ国は翌年に開催されるユース世界選手権への出場権が得られる。2012年の第9回アジアユース選手権の競技概要は次の通り。出場チームを4つのグループに分けて1回戦争あたりの リーグ戦を行う。各グループ2位までの上位チームで順位決定予備戦を行う。順位決定予選の順位に基づき決勝トーナメントを行う。ABCD4 チームによるリーグ戦の結果、2012年の第9回アジアユース選手権の競技概要は次の通り。出場チームを4つのグループに分けて1回戦争あたりのリーグ戦を行う。 各グループ2位までの上位チームで順位決定予備戦を行う。順位決定予選の順位に基づき決勝トーナメントを行う。ABCDEF 出場8チームによるリーグ戦の結果、ハット AB 成績上位4チームによるリーグ戦の結果、ありがとうございます。